こんにちは。ビライフのマリコです。今日は足全体の引き締めに効果的なサーキットトレーニングを行っていきます。1種目50秒行った後、10秒のインターバルを挟んで次の種目へと移っていきます。今回は全部で7種目入っています。足痩せの基礎となるスクワットを中心とした動きで、とてもシンプルな動きですので、初心者の方にもおすすめです。早速一緒に行っていきましょう。最初はスクワットの動きです。膝つま先まっすぐ正面に向けてスタンバイしていきましょう。両膝を曲げていきます。お尻を後ろの椅子に腰掛けるようにしてグッと下ろしていきましょう。お腹にも力を入れて体幹を安定させていきます。曲げた膝がつま先より前に出ないように気をつけて行っていきましょう。吸いながらしゃがんで、吐きながら起きていきます。背筋はまっすぐに保って、胸を開いて行っていきましょう。足痩せだけでなく、お尻やもものセルライトを撃退し、腹筋や背筋の強化にも効果的なエクササイズです。あと10秒です。頑張れる方はももと床とが水平になるぐらいしっかり腰を落としていきましょう。次は右の膝を上げ、その足を横に大きく踏み込むサイドランジに入っていきます。右膝を持ち上げ、大きく横に踏み込みましょう。股関節をしっかりと折り曲げていきます。さあ、伸ばしている足、左足ももの内側伸びが感じられるぐらいしっかりと腰を落としていきます。内転筋の強化、そしてお尻の筋肉を整えていきます。お尻は後ろに引くようにグッと下ろしていきましょう。あと10秒です。10秒休憩したら反対側を行っていきます。体幹がぶれないようにしっかりお腹周りも意識して締めていきましょう。さあ、膝つま先はまっすぐ正面です。胸を起こしながら背骨はまっすぐ保っていきましょう。左股関節しっかり折り曲げ、腰を下ろしていきます。さあ、つま先が開かないように気をつけてまっすぐ保っていきましょう。内もも内転筋の強化につながります。ももの隙間を作るのにとても効果的なエクササイズです。あと10秒です。さあ、次は膝つま先を、肩幅より少し広めに開き、外に向けてスタンバイしていきましょう。尾骨をまっすぐ真下に下ろしていきます。膝つま先の向きを必ず揃えていきましょう。さあ、お腹を引き上げて、お腹は薄いまま、腰から背骨へ長さを保っていきます。さあ、内ももの筋肉を鍛えるエクササイズです。お尻周りもしっかりと鍛えられていきます。骨盤が後傾したり前傾したりしないように、尾骨はまっすぐ真下に落とすイメージです。あと10秒です。股関節周りも柔らかくほぐされていきます。次は交互に足を後ろに引いて腰を落としていきます。バックランジです。前後真ん中に腰を落としていくようなイメージです。上体が傾かないようにまっすぐ保っていきましょう。
後ろの足は大きく歩幅を広げて行っていきます。後ろの膝もしっかりと折り曲げ、尾骨を真下へと落としていきましょう。膝つま先はまっすぐです。お腹周りも固く締めて安定させながら行っていきましょう。あと10秒です。で次は足を腰幅程度に開き、スクワットからヒールアップ、つま先立ちになります。お尻を後ろにグッと落としてからつま先立ち、かかとを高く持ち上げていきましょう。繰り返します。では自由で大丈夫です。胸をしっかりと起こしてスクワット、できるだけかかとを高く持ち上げヒールアップです。さあ腰が丸まらないように気をつけて行っていきましょう。指の付け根でしっかり床を押して、かかとはできるだけ高く、お腹周りもしっかりと引き締めて行っていきましょう。あと10秒頑張っていきます。はい、最後の種目は足をぴったりと揃えてそのままつま先立ちでキープしていきます。両手を上にヒールアップ。さあ足の指の付け根しっかり床を捉え、かかとを高い位置でキープさせましょう。足首を細くさせ、ふくらはぎの筋肉も上にしっかり引き上げて行っていきます。内くるぶし、ふくらはぎ、膝、内もも、そしてお尻を中心に引き寄せるイメージです。お腹は細くまっすぐ上の方へと引き上げていきましょう。手首もまっすぐ長く保っていきます。かかとがだんだん落ちないように気をつけて、最後までかかとを高い位置にキープしていきます。あと5秒です。ゆっくり下ろしていきましょう。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。足全体の大きな筋肉を刺激することで体全体の代謝も上がったかと思います。この動画が役に立ったなという方はいいねボタンやコメントをお願いします。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録もお願いします。